皆さんこんばんは、みりちゃんです。毎日ね、8月に入って毎日暑い日が続いています。本当に37度38度ぐらい、39度とかの日が続いてて、本当にあと風もあって熱風でチリチリになってしまって乾燥して枯れてしまう植物とか、まあね、そういうのが寝腐れもあるのか、ちょっと暑さと蒸れと、風乾燥で枯れてしまう植物たちがいろいろ出てきてますけど、まあもうね、それはもう半分諦めというか、本当にね、水やりぐらいしかほとんどできないので、そんな感じでやってますけど、今日は今やってるのはちょっとガウラが倒れてきてるので、ちょっとこう倒れてるの直しながら、春に種まきで、育てて、春から種まきで育てていた、苗、なんだっけ、セロシア系統とか、ミューレンベルギアとか、こぼれ種のコキアとか、そこら辺をちょっと、ハイビスカスロバツスとかを、定食したりとか、ちょっと枯れたもの、花が終わったもの切ったりとか、いろいろ花壇の整備をしていきます。本当にね、暑いので、本当に朝の、30分1時間、もう早朝の30分1時間、もう、30度になるまでの間ぐらいに、やって、もうパッとやって、で、水パッとやって、終わりって感じで、もうそれでもすごい汗だくなんですけど、もうね、ファンベスト着てても。まあ、そんな感じでもね、もう夏は仕方ないので、本当に作業は最小限にしようかなと思って、ちょっと、春巻きの種で置いてた苗の子たちが、ちょっとだいぶ水切れが早いので、やっぱり、成長してきてね、早く植えてあげなきゃいけないなと思って慌てて植えたんですけど、ちょっと、暑すぎるので、すぐ乾燥してしまったりとかしそうなんで、ちょっと、水切れしないように気をつけながら、育てていきたいかなと思っています。で、口を開けばもう暑いしか出てこないんですけど、本当にね、もうまあでも本当に今がピーク山場と思って、暑さのピークと思って、今8月の上旬なんですけど、まあそれが暑さのピークだなと思って、ちょっと頑張ろうかなと思っています。で、いろいろ娘が引っ越すにあたって、いろいろ巣立ちにあたってね、いろいろ準備したりとかしながら買い物行ったり、ね、ちょっとイベントがあったりらイベントに出かけたりとか、いろいろ思い出作りじゃないけど、みたいなのもしたりと、同時並行でねしたりしてるんですけど、で、この間娘と久しぶりにブレイカーズのリリースイベントに行ってきて、昔から好きで、ブレイカーズ、まあ、第5含め、秋様、神秘、まあ、ね、みんな好きなので、ライブに行ってた時期もあるし、最近はちょっとね、オールスタンディングのライブが多くて、オールスタンディングちょっと辛くて最近行けてなかったんですけど、ちょっと久しぶりに、リリーベ自体も、よく、野外の会場とかでやって、来てた時に行ったりとかしてたんですけど、今回は暑いので室内の会場だったので行ってきたんですけど、で、久しぶりに行って、で、アルバムだったので、アルバムをね、何枚か買うとね、メンバーと写真を撮れるっていうのがあったので、それを撮りたいねって言って、2人でそれぞれ撮ることにして、で、しました。で、イベントは3曲歌ってくれて、あとトーク少しとっていう感じで、もう、まあ後ろ、もうね、
始まるギリギリに行ったもんですから、もう後ろの方で あんまり見えなかったんですけど、まあまあまあでも、ね、その特典券、特典会もあったので、まあ、近くで、ね、もちろん見れたんですけど、で、なんかメンバー、3人中2人はちょっと178センチでちょっと大きくて、で秋さんも1人ちょっとね160センチ台、でちょっと小柄なんですけど、でもでその身長差がまたね萌えというか、あの身長差がいいっていう、なんですけど、全然なんかね秋さんもそのちっちゃいって感じしないんですよ。バランスが整ってるので、体のパーツがバランスがね、で全然かっこいいんですけど、で、まあ、その3メンバー3人と写真を撮るっていうので、私が先に行って娘が後、私の後ろに並んでっていう感じで、でとにかく私は喋る時間、写真を撮って喋る時間が多分一言二言しか話せないと思ったので、とにかく次が娘で、娘が今月結婚したばかりで、おめでとうって言ってもらえると、お祝いしてもらえると嬉しいです、それだけを伝えようと思ってね行ったんですよ。で並んで、で写真撮ってもらって、でそれを言ったらすごい大吾とかがね、わあめでたいとかって言ってすごい嬉しそうに喜んでくれて、で娘もなんかその後行ったらなんか、あおめでとう、結婚おめでとうって言ってもらえたみたいで、メンバーにすごい喜んでて、あよかったなと思って、とりあえず役目は果たしたなと思って、そうね、写真も撮ってもらって、これも思い出に残るね、娘と一緒に行って、そう結婚したばっかりの時に行ったねっていう話になるかなと思って、そうだけどその一言、そのアルバムね何枚3枚4枚買ってるんですよ。だから結構な金額なんですけど、その特典をするのにね、で買ってるんですけど、ちょっとその次が娘なんで、今月結婚したばかりで、お祝いしてもらえると嬉しいですって一言言ってる間に、もうスタッフの人がぐいぐい次が詰まってるので早く進んでくださいみたいに言ってくるんですよ。え、こんだけお金かかってて一言しか話してないじゃんって思うんだけど、なんかまあ分かりますよ。その次に夕方からまたね違う地方でイベントがあったんで、はしごだったんですよ、メンバーたちも。分かるんだけど、一言ぐらいちょっと話させてくれないかなと思って、別にそんな無駄話ベラベラね長話してたわけでもなく、たった一言、まあね、娘にお祝いしてほしいですっていうことを伝えたかっただけなのに、なんかグイ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 押されて、はい、早く乗りてくださいみたいな感じで言われて、なんかいやちょっとって、こんだけこれぐらいこんだけお金払ってるんだから、ちょっとぐらい話させてほしいなみたいなって言って、一人でブツブツ文句言ってたんですけど、まあ周りに迷惑かけちゃいけないんでね、その娘にもう、これぐらいいいじゃんねーと言ってたんですけど、まあそんな別にメンバーには文句ないんですよ、全然。そう楽しかったんですけど、ただそれだけ、ちょっと、もうちょっといいじゃんこれぐらいみたいな、そんな一言ぐらいいいじゃんってね、だってみんなまあ、そんな人数いて、握手だけの人とか、まあ、そういう人もいたと思うんだけど、握手の人とかみんな一言ずつ喋ったり声かけてメンバーに行くじゃないですか。写真撮ってるのに一言ぐらい声かけさせてくれてもいいのになみたいなっていう話、そうそれとまた違う話なんですけど、また娘とね、娘もオタクなんで、私もオタクなんですけど、サイコパスのサイコパスの展示があったんですよ。アニメのねサイコパスっていうのがあって、それの展示があって、で娘と行って、ドミネーターっていう銃があるんですけど、こう形がね変わるんですよ、撃つ時に、そういうのがあるんですよ。でそれを体験できるっていう、その見るだけでもいいし、その体験もできると、まあ、プラス料金がかかるんですけどっていうのがあって、まあね、その時しかできないので娘と、一緒に行って、その展示を見たり、見てあだねこうだねって言ったり、写真撮ったり動画を撮ったりしながらね、でそのドミネーターの体験してね、すごいね銃がこう形がシャーンって変わって、こうねかっこいいねとかって言いながらそう
話をしたりとかしてたんですけど、まあそれもね、なかなか娘が引っ越したら行けないかもしれないので、まあまあまあ二人で楽しんできたんですけど、オタク親子でね、そういうのをやったり、あとまあ買い物に行ったり、娘の運転の練習もしたりとかしながらやったり、あとパン作りも一緒にやろうかなと、まだやってないんですけど、それは、パン作りも一緒にやろうかなと思ったりして、そういうちょっとそうですね、巣立つ前にいろいろね、そういう思い出作りみたいなのを、しつつ、まあ暑いのでね、本当は家でじっとしてたいんですけど、なんだかんだと、まあ、やっぱりね、用事があるので、いろいろあちこち行って、ちょっとバタバタ落ち着かない毎日を今のところ送っています。近況としてはそんな感じですね。本当に、毎日暑いので、とにかく水やりだけやって、もう本当にあとはね、本当に涼しい時間にちょこちょこっと草取りとかもね、まあ無理してやらなくていいかなと思って、まあね、どっちみち秋になったらね、涼しくなったらね、リセットするので、それまでまあ多少はね仕方ないかなと思って諦めています。また動画とは全然関係ない話になっちゃうんですけど、この間友人たちととかいろいろ話してて、オープンガーデンとかやってる方とかいるじゃないですか。やっぱそういう人たちってすごいなと思うんですけど、動画とかね、やっぱり写真とか撮影して、アップする人もいると思うんですけど、そのオープンガーデンとかに行ってね、でもちろん周りの他の建物とか、ね、人の顔とか映らないようにして撮影したりアップするのはね、もちろん当たり前だと思うんですけど、まあ、そういうのもね、全員が全員ね、やってくれるわけじゃなくて、そのまんまその建物を映ったまま上げてしまったりする人もやっぱり中にはいるみたいで、ね、そういう話をしてて、やっぱり何が怖いって、まあこうね、知らない人を呼ぶわけだからあれなんですけど、まあ一応信用してね、呼んでるわけじゃないですか。そのオープンがね、開いてやってるわけじゃないですか。で、私もその七茶ガーデンさんのところとかね、お邪魔したんですけど、その信頼の上で行ってるので、もちろんね、周りのね、山とか風景とかね、建物とか人間と人の顔とかね、映してもらったら困るのは分かってるし、そうやって言われてるので、もちろん映らないように配慮してモザイクをなるべく処理して、お花だけ映すようにしてやったんですけど、動画とか作る時もね。で、まあそれはもちろん当たり前じゃないですか。でそこに生活してって家族もいるわけじゃないですか、ね、そういうやっぱりそういうのはあるので、なんか生活を守らなきゃいけないというかね、あるので、そういうのはあるし、で私も一応 YouTube はやってはいますけど、顔出しはしてないじゃないですか。でいろんなね、家族の話だとか親戚の話だとか知り合いの話だとかするわけじゃないですか。でその時ね、やっぱり誰の話だとか、こうやっぱり特定されるとまずい話とかもあるじゃないですか。ちょっとね、具合が悪いこともあるので、まあもちろん顔出しする気は今後もないんですけど、まあそうでね、毎回建物が映らないようにとかね、自分の顔が映らないように一生懸命モザイク処理する、結構動くものにモザイク入れるのって大変なんですよ。ちょっとずれるとね、見えちゃったりとかして、それもやね、毎回苦労してやってるんですけど、でそれなんだけど、インスタとかね、そういう SNS にね、友達とかとね、出かけた時に、顔の写真、首から下とか、後ろ姿とかは別に問題ないし、何も、言われなくてもいいんですけど、顔を上げる場合ですよね。こう、首から上が映ってる場合は、もちろん何も、言わずに、動画上げる場合だったら、
スタンプをつけてね、顔を隠すとかね、モザイクをするとか、それが普通じゃないですか。ね。自分たちでね、顔出ししてやってる、YouTube やってて顔出ししてる方とかの顔はそのまま別に出してもいいと思うんですよ。自分たちでね、動画で出してる人たちは、とか SNS で顔を出してる人たちはね、それは別にいいと思うんですけど、出してない人たち、一般の人たち、私も含めね、一般の人たちにの写真使うときって、やっぱり配慮が必要だと思うんですよ。で、自分の知らないところでね、こう顔を出しされてしまったりとかね、して、ちょっと聞いてないよっていう友達とかいてですね、これは自分も含めてですね、ちょっと気をつけなきゃいけないなと改めて思いました。自分も、まあ、ね、されたら嫌なので、人にもしないようにしようかなと思ってるんですけど、まあ、それぐらいじゃねえとかっていう人もいると思うんですけど、人によるので、それは本当に、それを嫌だと思う人もいれば、別にいいじゃんって思う人もいれば、なので自分の判断で勝手に、いいんじゃないこれぐらいっていう感じで、やるのはちょっとどうかなと思って、ちゃんと聞いてからね、その人に載せていいか聞いて、スタンプつけてだったらいいよって言われればそのようにして、いやもう出してもらっちゃ困るっていうなら出さないようにして、全然顔出していいよって言ってくれれば出すっていう感じでそれでいいと思うんですけどね、まあちょっと、確認は必要かな、一声、かけてほしいかなと思ってます。話はまた全然変わっちゃうんですけど、今、8月の頭なんですけど、まあ、8月の半ばにね、娘が、うちから引っ越して新居の方に行くっていうことで、でいろいろバタバタとね、準備をしたり、何やらかんやら手続きしたり、いろんなことしてて、まあ目前って感じですね。もうすぐそんな感じなんですけど、そうで、まだそんなに娘のね、旦那さんとも数回しか会ったことがないので、どんな人となりとかもちょっとよくわからないんですけど、まあ2人がね、2人がうまくやってくれれば別にそれで、私たちは関係ないって言ったらいいけど、なんていうのかな、こう、まあね、うちらさておき2人が仲良くやってくれたらいいので、まあそう娘にとっていい旦那さんなら私は別に何も多くは望まないんですけど、なんか娘はね、割と何て言うのかな、人見知りだし、おとなしいし、言いたいことが言えなくて、こう優柔不断で、ちょっとなんかどうすこれとこれ何食べたいとか聞いてみ、みたいな感じでもじょしちゃうみたいなね。そういうタイプなんですよ。ね。で、やっぱ嫌なことは嫌だってはっきり言うんですけど、それ以外のことは、どうしよう、どっちがいいと思うって感じで、いつも、私もそういう感じで聞いてくる感じなんですけど、娘の旦那さんとね、会った時に、なんか、娘の、その旦那さんが、私のイメージをね、娘の母親っていうイメージで、こう娘に似たこう静かでおしとやかなね、お母さんをね想像してたらしいんですよ。で、なんか私の印象ね、第一印象、なんか全然似てないねって言われたって言って、まあ見た目もそんなにね、体型も全然違う、娘めちゃくちゃ細いんでね、私は骨太だし、こうがっしりして、まあ太ってるんで、あれだし、それもあるんですけど、顔も鼻から下は割と似てるねって言われるんですけど、目が違うんですよ。目が旦那の方の目なんで、まつげパチパチ、二重パッチリみたいな目なんで、娘は、私は奥二重だし、まつげも短いしっていう感じで、そう。で、まあ、多分その顔が似て、顔と姿形が似てないねっていうのもあるんだろうけど、多分性格的に印象が多分違うねっていう、多分ことだじゃないかなと思うんですけど、私がね、
ね、よく喋るし、まあなんかこんな感じなんで、まあなんかこんなこういうお母さんだなみたいな多分ね、もうちょっとあのおしとやかなあのおとなしいお母さんをイメージしてたかなと思うんですけど、まあまあまあねまあまあ別にそれは、あのよくも悪くも別に言ってたわけじゃないんですけど、まあなんか似てないねって言われたって言ってて、まあそういうことなんだろうなと思いながら、まあまあそうだよね、まあ全般的に見たらまあ似てないのかな、でもまあ似てる部分もあるんですけどね、あのこう好みとか考え方とかこう感性とか、なんかそこら辺は似てて、趣味とかねそこら辺は似てるので、まあなんか好きなもの、好きな絵だったり好きな俳優さんだったりとか、まあ、そういうあのジャンル曲とかも、同じようなものがいいねって思うし、そこら辺は似てるかなと思うんですけど、まあまあまあそれはあのねパッと見第一印象ではわからないことなので、まあそれは、仕方ないかなと思うんですけど、まあそういう話があったしちょっと面白かったんですけど、とにかくね今が暑さのピークなので、もうこれを超えたらね徐々にだんだん少しずつ、涼しくなっていくんじゃないかなと思って、とにかくもうね、早く秋にならないかなってとにかくそればっかりでね、毎日毎日早く涼しくならないかな、早く秋にならないかな、秋になったらあれやってこれやってみたいなね、そんな感じなんですけど、本当にねもうあの毎日、殺人的な暑さなので、本当にもうねあの用がないと最低限あの生活に必要な時以外は本当に外に出ない、もう家の中でねおとなしくしてようかなと思ってるんですけど、本当にねとにかく元気でね、あの自分が元気で夏を越さないと、庭もねあの全部ダメになってしまうので、ということで無理せず皆さん元気に夏越ししてほしいと思います。それではまた見てくださいね。ではまた。